いやー、最近服高いよな。春夏はどうにかなったけども、秋冬になるとまあアウターも高いしトップスもいろいろあるし、これはちょっとなかなか厳しいよな。もっと身近なユニクロでちょうどいいコーディネートできないかな。誰かうまいこと教えてくれないかなと思ってる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、もうシーズンの恒例となっていますね。全身ユニクロ秋コーデベスト3というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあ冒頭にもお伝えした通り、最近どんどん服の値段が上がっています。そうなるとですね、春夏はまだいいんですよ。トップスとかもそこまで重量ではないので、まあ値上げはしてるんですけども、なんとか買える範囲だったと思うんですが、これが秋冬になると、まず着用点数が増えるのと、あとは重量ですね。まあアウターとかの値上げ率が結構大きいと、なかなか気軽に買いづらいっていうのもあるかなと思うので、まあそんな時に味方になるのが、やっぱりユニクロだと思うんですね。そこで今回はですね、もう毎シーズンの恒例となっている全身ユニクロ秋コーデということで、具体的に3つのスタイルを皆さんにご紹介をしたいなと思っています。もちろんユニクロの中でも定番的に展開しているモデルもあれば、それ以外のですね、様々なコラボラインもあったりしますよね。ユニクロ U だとか、ホワイトマウンテナリングとのコラボだとか、まあ様々なこういった魅力的なコラボレーションのアイテムなんかもうまく取り入れながら、全身ユニクロでもちゃんと自分らしさが漂うようなコーディネートを作ってみたいなと思いますので、よかったら参考にしていただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでここからですね、具体的に全身ユニクロコーデ皆さんにご紹介していきたいなと思ってるんですが、まず一つ目のコーデが最もですね、使い勝手が良くて多くの方にとってもトライしやすいようなコーデ例になるかなと思います。まず一番上に来てるのはこちらですね。先日もご紹介しましたユニクロのですね、インラインとなるユーティリティブルゾンですね。僕の中では通称ユニバブと呼んでいるんですが、まあユニクロのバブアー的ショートブルゾンということで、これがまさに秋にぴったりのですね、アイテムになってるかなと思います。まあワークテイストのショート丈のブルゾンなんですが、まあ、バブアーに比べると価格帯も抑えめで取り入れやすくてですね、なおかつ素材の質感も上品でしっかりと高見えするような雰囲気になっているので、使い勝手めちゃくちゃいいんですね。まあ本家のバブアーよりももう少しデイリーユースに使いやすいような価格帯、そして素材感、そして全体のデザインも含めて野暮ったくないような都会的な雰囲気に仕上がっているので、これは改めて使い勝手が良さそうだなと実感しています。まあこれをですね、一番外側に来まして、内側にはですね、白 T を着て、その上にですね、これユニクロの定番となるですね、ストライプのシャツですね。まあ詳細はリンク貼っておきますので、そちらから確認していただきたいんですが、この柄もですね、個人的には大好きで、まあ、ユニクロで定期的に販売されているものを買っていますが、まあ、こちらを重ね着しています。まあこのユーティリティジャケット自体が短丈、短い丈になっていてカジュアルなんですね。しかも雰囲気はワークジャケットのようなカジュアルさがあるので、まあその他のアイテムはちょっと綺麗めな方向で合わせてあげた方がバランスがいいんですね。まあこのブルゾンに対して中ですね、スウェットとかだとちょっとカジュアルかなと思うので、まあストライプシャツで縦長感を出してあげたりだとか、まあ綺麗さを程よくですね、ミックスさせるようなスタイルを作っています。まあ第一ボタンを開けてですね、ちょっとこう襟元から白 T を見せながら、より爽やかさを出してあげるとバランスがいいかなと思います。で、丈の長さなんですけども、ブルゾンよりもシャツの方が長くなるというですね、このバランスが結構楽しめるところが、ショートブルゾンって面白いところだなと思っています。僕自身すごく好きでよくやるんですけども、ショート丈のブルゾンのちょっとした物足りなさというか、まあお尻周りを隠して少し大人っぽさを出したいというところは、シャツでカバーしてあげると意外といいかなと思うので、まあぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。そしてボトムスはですね、タックワイドパンツのグレーですね、こちらを合わせてみました。まあブラックは定番でよく履いているんですが、結構グレーも使いやすいんですね。特にアウターにですね、ブラックだとかネイビーダークグレーを使った時に、ボトムスがブラックだとちょっと重たいかなと感じる時もあるので、まあそんな時にですね、グレーを使ってあげるとブラック系のアウターとモノトーンでハマりがいいですし、結構重たすぎない色合いなので、単体で見るとそんなにかっこよくないんですけども、コーディネートの中に使うとめちゃくちゃ便利というのがグレーパンツの良さだなと思います。僕もですね、ブラックパンツをよく推していますが、実は結構グレーパンツも大好きで、いろんなバリエーションを持っています。
まあ、ユニクロのタックワイドパンツって結構こう見てみるとですね、ワイドと言いながらもそこまでワイド感はなくて、割とこう癖もそんなに強くないのでトライしやすいワイド感ですし、それに対してのグレーはすごく使い勝手いいので、まあ、1本持っておいても便利じゃないかなと思います。で、足元はですね、この上の UTT ジャケットのちょっとしたやぼったさとうまくリンクさせるような形でニューバランスのスニーカーを合わせてみました。まあ、靴に関しては結構手持ちのもので何でも合っちゃうと思います。白系のレザースニーカー、まあ、ジャーマントレーナーとかとも相性がいいかなと思いますし、ニューバランスでもいいし、あとはクラックスのワラビーなんかで引き締めてあげるのもいいかなと思います。お好みのものですとか手持ちのもので対応していただければ結構ハマりやすいスタイルかなと思うので、まあ、皆さんも試していただきたいなと思います。このスタイリングは個人的には結構癖もそこまでなくて、だけどもトレンド感も程よく抑えているというところではすごく使いやすいと思うので、よかったら皆さんもトライしていただければなと思っています。はい、続いて2点目のコーディネートなんですが、今度はですね、こちらユニクロ U のですね、パテットステンカラーコートをメインに添えたようなちょっと綺麗めなスタイリングで組んでみましたが、いかがでしょうか。ユニクロ U 今季結構人気で、物によってはですね、もう完売してるものもあったりしたのでどうしようかなと思ったんですが、こちらのパテットステンカラーコートはまだですね、在庫もしっかりとあるので今回こちらも取り入れてみました。インラインのユニクロのですね、ステンカラーコートもいいんですが、まあ、かなりベーシックでもう少しひねりがあった方が個人的には好きだなっていう感じだったので、まあ、こちらのですね、ユニクロ U のステンカラーコートを今回使ってみたわけなんですが、これですね、中綿入ってるので秋でもかなり暖かいですね。もうほぼ冬に近いような季節になったらこのコートはかなり使いやすいかなと思います。デザイン自体はかなりベーシックなステンカラーコートなんですが、丈の長さもしっかりとあってボリューミーですね。サイズ S なんですけども、しっかりとゆとりのあるような今っぽいスタイリングが作れる便利な一枚になってるかなと思います。こちらをベースに添えながら、まあ、色がちょっとオリーブでやややぼったさのある色なので、その他はなるべくクリーンに組んでみました。で、内側にはですね、もう定番となるミラノリブニットですね、まあ、こちらのホワイト系のものを合わせてなるべく爽やかに見えるようにですね、配色しました。まあ、コート自体が結構やぼったいカラーなんですが、ニットが爽やかなのでうまく中和させることができたかなと思います。で、ボトムスに関してはこれも鉄板ですね。先ほども履いていましたが、ユニクロのタックワイドパンツ、こっちはですね、ブラックを履いています。もうコートをメインに添えて、それ以外はなるべくですね、シンプルな要素で固めているので、この着こなしだったら多くの方にも使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。もうちょっと癖を取り入れたい方はユニクロ U のチェック柄のシャツなんかを合わせてあげてもバランスがいいかなと思うんですが、ちょっとこちらがもう在庫がですね、ほとんどない状態なので、まあ、持ってる方はそういったアレンジなんかをしてみるのもいいかなと思います。今はですね、丸首のニットの下には白 T を着ていますが、もうちょっと季節が進んだらこれモックネックの T シャツにしてあげて襟元を埋めてあげるとまたですね、暖かいですし、見え方としても今っぽくなるのでバランスがいいかなと思います。で、足元に関してはこちらはグリーンレーベルのジャーマントレーナーですね。ナチュラルカラーのですね、スウェードなのでちょっとこう季節感も出せるかなということでこちらを選んでみました。割とですね、ステンカラーコートって小綺麗で丈長いので動きづらい印象もありますが、こちらは結構軽いし、素材もちょっとこう最初から適度なシワ感があってもですね、目立たないような雰囲気になっているのでガンガン活用できるかなと思います。秋冬の小綺麗なスタイルにはこのような着こなしも結構使いやすいかなと思うので、よかったらトライをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト3つ目の着こなしなんですが、今度はですね、アウター代わりに先日もご紹介しましたユニクロとホワイトマウンテニアリングのコラボレーションで作っているですね、フリースですね。フードがついているので少しカジュアルになりましたが、アウター感覚で羽織れるようになったので、これがまさに秋にぴったりのですね、アウター感覚のトップスになるんじゃないのかなと思います。その内側にはですね、定番のユニクロ U エアリズムコットンオーバーサイズクルーネック T シャツのマイクロボーダーのものですね、ホワイトとブラックの2色で構成されているんですが、結構ですね、ボーダーが細かいので遠目から見るとですね、ライトグレーぐらいに見えるのが個人的にはなかなかバランスがいいんじゃないのかなと思っています。ちょっとしたアクセントに添えつつモノトーンでブラックとライトグレー的に見えるので、まあ、収まりが非常にいいです。まあ、それに対してボトムスですね、これもユニクロ U のパラシュートカーゴパンツですね。で、色はオリーブということで、ちょっとこうミリタリーライクな雰囲気を強めに出しました。そして T シャツはタックインという形で
で来ていますが、これはもちろん出していただいて来ても全く問題はありません。まあ、今回の着こなしのテーマは外遊びだとかアウトドア、もしくはですねワンマイルウェア的にも使えるということで、まあ、結構ラフなスタイルを想定して作ってみました。まあ、2つ目のコーディネートがロングコードで結構綺麗めだったので、まあ、緩急をつけるという意味でこのようなスタイリングを組んでみたわけなんですが、まあ、フリースのカジュアルさをしっかりと楽しみつつもブラックなので程よく引き締まるので、これは結構使いやすいなということで早速僕も活用しています。まあ、今時期だと T シャツの上にさらえて着るだけでも結構肌触りもいいし暖かいんですね。なので結構ですね10月の後半ぐらいまでですね楽しめるようなアイテムかなと思います。まあ、もう少し季節が進んだら、まあ、この上にですね同じくホワイトマウンティネリングの、まあ、ちょっとライトめなダウンを重ねて着るのもいいかなと思うので、まあ、これからの時期も結構使えるアイテムなのかなと思います。で、このようなブラックに対してオリーブのパンツというのも非常に相性がいいので今回合わせてみましたが、このユニクロのパラシュートカーゴパンツはすごく気に入っていて、僕はブラックとこのオリーブ2色を購入しました。まあ、どちらもタフに使えるしワイト感はあるんだけども、どこか上品さが漂うようなそんなバランスに仕上がってるので、さすがこのあたりはユニクロ U とってもバランスがいいなと思いました。まあ、今回はホワイトマウンティネリングとユニクロ U ということで、まあ、コラボレーション系のアイテムをですね2つ使ってみたわけなんですが、まあ、どちらもストイックで無駄のないデザインながらも程よい癖があるので、まあ、ユニクロを使ってるんだけどもあまりこうベーシックに寄りすぎないようなアイテムなので使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。で、足元のスニーカーなんですが、まあ、今回ちょっとアウトドアを意識して、まあ、サロモンのスニーカーを合わせてみました。これだったらもうあとは帽子をかぶればいつでもキャンプに行けるぐらいのですねテイストなので、個人的にもこれからの季節ガンガン活用したいなと思っています。まあ、ぜひ皆さんこちらのホワイトマウンテニアリングとのコラボレーションのフリースはまだ買えると思いますし、僕自身も前作を買って2年間着倒しましたので、かなりですね長い期間愛用できるアイテムかなと思います。まだ在庫大丈夫だと思うんですが、今後どういう流れになるかわかんないので、ぜひ皆さんもですねチェックしていただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画では全身ユニクロ秋コーデということで具体的なスタイリングを3つご紹介させていただきました。まあ、それぞれですね全くテイストが変わるかなと思います。一番最初の着こなしはですね割と中間的な綺麗さで、2つ目のスタイリングはかなりですねステンカラーコートを使っているので上品な着こなしだったと思います。一方で3つ目は外遊びを想定したようなかなりカジュアルな着こなしなので、まあ、それぞれですね一つのベースとしながら皆さんなりにカスタマイズをして楽しんでいただければなと思っています。まあ、僕自身もですね日々いろんな着こなしを楽しんでるわけなんですね。ですので自分のスタイルというものを広げるためにも今回ご紹介したそれぞれのスタイルを、まあ、実験的にですねトライしてみるのもなかなか面白いんじゃないのかなと思っています。まあ、これからもですねこのような形でこちらのチャンネルではメンズファッションの基本なるべくわかりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランドまたは専門ブランドですね、このあたりのアイテムですとかコーディネートの解説に関しては僕はもう一つ運営してますこちら YouTube のメンバーシップチャンネルの方でしっかりめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ライブ配信も行っていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですね動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がない方のためにこちらオンラインサロンもやっています。こちらの方では動画ではなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を毎日投稿をしています。まあ、僕も毎日記事書いていますし、まあ、僕以外のスタイリストもですね記事を書いてくれています。まあ、さらには参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな大人の男性が集まって楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。